視聴させていただきましたということで、昨日放送されましたチの1話2話、皆様いかがだったでしょうか。個人的なんですけども、2024年秋アニメの中の新作作品で私チを一番期待していたんですよ。いっちゃおもろになるんちゃうかなっていうね、あのワクワク感すごかったんですけども、そんなチを視聴した感想、めちゃくちゃ面白かったです。この面白さ、ちっちきちーやでー。ということでね、いや、ほんまに素晴らしい1話と2話だったなーと思った次第でしたね。で、具体的な感想をお話ししていこうかなと思うんですけど、まず冒頭の始まり方がもう衝撃でしたね。なんか、黒い画面に、なんかちょっとずつこう、開いてるみたいなね、ところから始まって、なんやこれはと、思いながら見てて、あ、なんかこう、寝てて、で、なんか目開けようとしてんのかなみたいなね、あ、寝起きからスタートかなーと、思ったら、あの、拷問シーンから始まるってね、えげつなぁ思って。で、そのモノローグでね、あの、すべてのことを知るためには、何を捧げないといけないのか、みたいな、ありましたけども、ね、それ多分拷問を受けてるやつの、あの、モノローグやと思うんですけどもね、その拷問を受けてるやつが血流してたと思うんですよ。まあ、それはね、口に刃物刺されてましたから、血も流れるでしょうねっていうところなんですけども、たとえ血を捧げたとしても、何が得られるかっていうとね、死しか得られないんですよ。何かを知るためにね、血を流しても死しか得られないっていうのはね、まあ非常に残酷だなと思いながら主張していたんですが、でも、そういう血を流しながら死んでいった人たちの屍の上に何かを知る人物が現れるわけじゃないですかね。だから血を流して死ぬことっていうのは、無駄ではないんだよっていう、屍を積み重ねた上に何があるのかっていう、そういうのを、まあ、今回2クールね、全25話でチってあの、放送されるらしいんですけども、描いていくのかなっていう、ものすごく衝撃的な冒頭のシーンから始まったのかなと思った次第でございましたっていうところでね、もうほんま初っ端からあの、心をね、あの、動かされたわけでございますけども、本作チの主人公はね、ラファウ君というね、12歳の男の子ですよ。で、めちゃくちゃ頭がいいっていうね、ところで12歳にしてね、大学へ行くという、まあ今の時代から考えてもとんでもないことですけれども、まあおそらくあの15世紀ぐらいですかの時代においても、12歳で大学へ行くというのはすごいことなのでしょう。まあ周りのみんながね、もうすげーみたいな言ってましたから。で、そんなラファオ君ってどういう人物かっていうとね、まあ12歳で大学へ行くっていうところからね、わかるんですけど、めっちゃ頭いいんですね。まあ世渡り上手なわけでございます。でも頭良すぎるんで、いやこの世はもうちょろいわーみたいなね、あの波腐ってるわけですけども、世渡り上手ってね、これ言い方ね、意欲してるんで、ポジティブに聞こえますけども、こんな嘘つきですからね。あの世間をね、うまく自分の思うよ通りね、都合のいい通りに、生きていくために周りに嘘つきながらね、自分をよく見せて生きているというところでございますから、まあ、ラファー君は、まあ、世渡り上手でもあり、まあ、嘘つきなんだよっていうのが、ラファー君の登場シーンからわかるんじゃないかなと思う次第でございます。で、このラファー君ですね、天文学をね、最近勉強してるっていうところがあって、大学へ行っても、あ、天文学やりたいなって思っていたんですけども、お父さんのポトツキにですね、いや、天文はやめなさいと、神学を学びなさいと、いや、まあ、神についてね、あの、学びなさいよというところを押し付けられてしまうわけでございます。これはなんでなのか。地動説を唱える奴は異端者だと認定されるからなんですよね。ラファー君ってめっちゃ頭いいわけですよ。なので、常識というものを疑うことって全然あると思うんですよね。で、こっからはですね、あの作品と全く関係ない話するんですけども、この世の中に常識って存在しないと思ってるんですよ。私の中ではね、あの、ないなと思っていてですね、例えばなんですけども、エスカレーターってあるじゃないですか。で、エスカレーターって基本的には左に乗るものだと思うんですよね。で、右側は開けておきましょうよ、みたいな。で、関西は、まあ、右側をね、乗りまして、左側開けるみたいな、まあ、その関東と関西の違いなんかあったりもするかもわかりませんが、基本的には左側を開けるのが常識じゃないですか。なんですけども、富山県ね、私富山県民ですけども、富山県って、エスカレーターどこ乗っても何も言われないんですよ。右でもいいし、左でもいいし、真ん中でもいいし、どこ乗ってもいいよねっていうのが富山県の常識なんですよね。で、これ、
富山県にいたら、それで常識やから何も言われませんけども、これ関東で例えばね、私が真ん中にね、エスカレーター乗ったら、ボロカス言われるわけですよ。まあ私実際中学生の頃言われたんですけど、何も知らずにね、関東遊びに行って、エスカレーターの真ん中乗ってたら、後ろのサラリーマンにね、邪魔じゃーみたいな言われたというね、経験あるんですけども、要は、私がね、富山県のノリで富山県の常識を持って、関東へ行けば、私は異端者に認定されましたですね。まあ、ワンチャン火炙りにされてしまうわけですよ。で、これを作品に当てはめると、地動説を唱えるやつって、もう異端者なんですよ。常識から外れてるからね。で、天動説が、この世において、15世紀ぐらいですけどね、常識なわけでございます。でも、今から考えるとね、我々はもう地動説を知ってますから、地球が動いてるよっていうのはね、知ってるんで、天動説の方がもうおかしいんです。あれ間違っていますよってなるんですけども、それは今の常識であって、過去の常識ではないんですね。だから常識って変わるんですよ。で、常識ってどういう風に成り立つかっていうと、もう要は多数決なんですよね。その場にいる人間が、これの方が正しいって多ければそれがもう常識になってくるんで、常識なんて合ってないようなものだと私は思ってるんですけども、そのラファー君は世界においての常識、天動説っていうのを否定していって、非常識の地動説を唱えていこうとしているっていう、合ってないようなね、常識を覆していくっていうのね、非常にワクワクしますし、まあ合理的で美しいものが大好きなラファー君だからこそ、ちょっと天動説にもね、違和感を覚えてるんちゃうかなと、まあ後々のシーンでね、星がなんか変に動いてるみたいなね、ありましたけれども、ラファー君の今後の行動っていうのは非常に楽しみだなと思う次第ですし、まあそもそもですね、天動説が信じられている理由っていうのが、神様っていうのはね、何の根拠もないんですよね。全然合理的じゃないわけですよ。で、神様がそういう風にしてくれたから、地球は特別で、ね、人間が住めるようにしてくれたから、ね、地球は動かなくて、周りは動いてるんだ、みたいな。それを根拠にしている時点で、全く合理的じゃないですから、ラファオ君が天動説に対して違和感を持って、で、地動説に気持ちが動いていくっていうのはもう妥当な流れなんじゃないかなと思った次第ですね。そんなラファオ君の前に、フベルトというですね、元異端者が現れるわけでございます。で、この元異端者フベルト、なんで異端者認定されたかというと、地動説を唱えていたからという、ところでね、ラファオ君の前に現れまして、で、脅しましてね、目が悪くなったから自分の代わりにね、天体観測しろや、みたいな流れで、夜を迎えるわけでございますけれども、そこでですね、ラファウはフベルトに、地動説っていうのを唱えられましてですね、魅了されていくんですよね。これがすごくいいなと思っていて、美しい星空の下で、非常識な天動説を唱えられるわけですよ。でもそれはラファウ君にとっては、美しく、そして合理的に見えるんですよね。このラファー君が地動説に魅了されていく様子を星空の下で描くっていうのはものすごく美しいなと、感じた次第でございました。ただ、2話に入るとですね、いや、地動説ありえるんじゃないかと言っていくわけですよ。まず1点目が、ジャンプしてもその場に立つんやから地球って動いてなくねっていうこと。2つ目が、神様ね。もう2つ目にね、神様出す時点でね、全く天動説が合理的ではないっていうのをラファー君言ってるようなもんなんですけども、まあ、神様がそう言ってるから、みたいな、形で、天動説を否定すると。ほんで3つ目がですね、直感を信じて命かけるのはおかしいみたいな、ところで、地動説を否定していくわけですよ。で、まあ、いろいろとありまして、まあ、ラファー君って帰るんすよね。で、帰り道にですね、スコーン言うてね、水たまりにね、足取られまして、すべてこける、みたいな、ところがありましてですね、わ、山動いたかと思ったら、みたいな、言うんですけども、山って動かないんですよ。ね、当たり前ですけど、山って動かないのに、自分は山動いたかと思った後、こけてね、自分が動いてんのにそう思っちゃった。この、何気ない、ね、日常の行動から、世界に対しての常識に違和感を覚えるってのは、これはもう天才ですからね。これをきっかけに地動説ってほんまなんちゃうかって思い始めるラファー君って、ほんま天才やなと思う次第ですけども、この後ですね、自宅に帰って、地動説を立証するために猫いると考えていくわけですよね。で、結局、地動説の方が、星の動きが合理的であるっていうところに行き着くんで、ラファー君って、合理的で美しいものが好きですから、わ、地動説ありえるやんという、そちらに、気持ちが持っていかれるわけでございます。そっからもですね、ラファウ君はですね、フベルトと共に、天体観測をしていって、地動説をね、立証すべく動いていくわけですけども、ある日ですね、いやもういいよと、
フベルトに言われるんですね。他のやり方見つかったからええわと、終わってしまうわけでございます。ほんで、ラファー君が家に帰ると、異端審問官がいたというところで、で、その異端審問官に、ラファー君の部屋からなんか地動説のノートみたいな見つかったんやけれども、これどういうことみたいなね、聞かれるわけでございまして。で、そこで、フベルトがバーン言うてね、来て、いや、それは俺のやでとね、わしのやでと、ね、ラファー君のとこに隠しといたら、バレんと思ったんやけどなみたいな、形で、フベルトがかばってくれるわけですよ。で、そんな、かばってくれたフベルトがですね、ネックレスを渡してくれるわけでございます。で、このネックレスをもとにですね、そのフベルトが、書物を隠していた場所にラファー君っていうのはたどり着くわけでございますけれども、そこにあったのは、まあ、地動説についてね、研究した書物がわーってありまして、手紙も置いてあったわけでございます。で、この手紙にですね、まあ、いろいろと書いてありましたけれども、燃やしてくださいと、そう書かれてあったわけでございまして、で、ラファー君もね、いや、こんな地動説なんてもうおかしいわと、いうところで燃やすんですけれども、その燃やした書物をラファー君は取り戻そうとするんですね。で、ここのシーンがすごく良かったなっていうところで、最初フベルトに出会った時、ラファー君っていうのは、そのフベルトがね、この地動説を唱えるんやったら火に飛び込んでもええわみたいなことを言ってるね、フベルトに対して、いや、そんなんありえませんよみたいな、そこまでかけれませんわ命はみたいなことを思ってたのに、ラファー君は思っていたのにもかかわらず、今燃えている地動説の書物に飛び込んでいるっていうところでね、どれだけ地動説に対してもう情熱を燃やしているのかがわかるなと。さらになんですけれども、その初日ですね、フベルトとバイバイしまして、自宅に帰って地動説のことをね、考えている時も、ろうそくに火をつけてずっと地動説のことを考えていたんで、もうあの時から情熱に対しての火が燃え始めていたんだろうなっていう、この火に飛び込むっていうのを、一連の流れとしてラファー君の、地動説に対しての情熱につなげてくるっていうのは非常に面白い見せ方だなと思った次第ですね。ほんでですね、ラファー君は大学へ行くことにね、なっているわけですから、クラスメートのみんなにお別れを言うんですよね。大学行きますよみたいな、お別れの言葉をね、述べている際にですね、何を学ぶのかと、大学でもう一回みんなの前で言いましょうと言われた際に、ラファー君がですね、天文を学びますと、宣言してですね、クラスを後にするんですけども、ここのシーンもすごくいいなと思っていて、ラファー君がね、もうみんなの中心になってるんですよね。で、これって天動説に重ねていたんじゃないかなと思った次第です。ラファー君を中心に世界が回ってるんだっていうような見せ方をしていたんじゃないかなって思うんですけれども、その後ラファー君はですね、クラスを後にするわけですから、自ら動くんですよね。これって地球が動いたっていうことなんで、地動説っていうような見せ方だったんじゃないかなと。だから、ラファー君は天動説ではなく、地動説を信じていくんだ、立証していくんだっていう見せ方になっていたと思うんで、あそこのクラスのシーンもですね、いや、面白いなぁと思いながら視聴していた次第でございます。というところで、ほんで最後ですね、父であるポトツキからですね、天文はやりませんよと、進学やりますって言わんと、署名しませんよみたいなね、言われたんで、そこで、世渡り上手ですから、嘘をついて、自分はアホでしたよと、天文なんかやりませんよ、進学学びますって、嘘をついて、大学への切符を得るんですけども、これも、フベルトの行動と繋がるっていうところで、フベルトも嘘ついて釈放されてきたんですよね。異端者ではないふりをして、また地動説を研究するために出てきた。これを考えると、ラファー君って、まあ、最初からね、周りに嘘をついて世渡り上手していたんですけども、この世渡り上手っていうのは、この世界において地動説を研究するための才能の一つなんだなと感じる最後の終わり方、素晴らしかったなと思った次第でございます。ってことで、以上で感想を終わりたいなと思うんですけど、ほんまの最後なんですけども、ラファー君がですね、なんでこの家って天文系の本いっぱいあんねやろみたいなセリフだったんですけど、これおそらくポトツキがですね、昔は天文学学んでいたんじゃないかなみたいな、言ってしまったら地動説も唱えていたんじゃないかなって思いますね。ただ、地動説ってやっぱ危ないと。ね、異端者やって言われるからやめましたっていう経緯があるんじゃないかなと思う次第です。でも、ね、本を残しているっていうのも、まあそうですし、今回ですね、フベルトを引き取ってるんですよね。で、フベルトを引き取ったのって、まあ一回失敗しても、まあ手を差し伸べた方がいいよみたいな、許してあげた方がいいよねっていうところで、まあ手を差し伸べてあげてるんですけども、本心ではまだ、
地動説っていうのを信じてて、クベルトを助ければ地動説を立証してくれるんじゃないかなっていう希望で助けたんじゃないかなっていうのを、まあ、考えたりもしましたし、でもやっぱ地動説調べるのって危ないよねっていうところで、ラファウ君に対しては天文学やめろって言ってんじゃないかなっていうところを感じる最後のセリフだったなと思いましたっていうことで、以上で動画終わりたいなと思います。ぜひ皆様の感想コメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、おそれ動画どっかにあると思うので、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーやきみんなとお届け。では